ベジー作なさぎです。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介いたします。ただいまから紹介する商品が、11月の23日夜9時にアップされる商品になります。詳しいことは概要欄に記載がありますのでご参照ください。問い合わせここに関しましては、こちら掲載後ウェブストアの方までお願いいたします。1点目からご紹介いたします。本日 T シャツからですね、タグがこちらの、チャンピオンのバータグ70年代 XL サイズ 100% コットンですね。で、白ベースに染み込みでプリントアリゾナと入りますね。ナンバリングと、あと袖にもですね、ラインが入るような一着になっています。はい、で、バッグにもナンバリングです。で、まあ、ところどころ、まあ、ちょっとした汚れとかはありますが、大きなものはないですね。で、XL サイズ表記になります。僕が合わせてみてですね、この年代ですが、僕でも着用全然困らないと思います。こちらでお値段のが 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも、バータグです、はい、70年代バータグ L サイズ表記、こちらも 100% コットンですね、いいですね。でこちら白ボディ、こちらも染み込みなんですけれども、こちら緑の染み込み、グリーン染み込みで、フロントとバックで入りますね。めちゃくちゃこれパターンいいと思います。まあ、白ボディっていうのもいいですね。まあ、1点この辺とかですね、リペアがあったりとかいうコンディション、まあ、ちょっと薄くなってる箇所もありますが、全然まだまだ雰囲気を着れるのかなと思います。まあ、珍しいと思いますね。L サイズ表記、僕でピタッとジャストできれるぐらいのサイズ感かなと思います。かなりおすすめです。こちらでお値段の方がですね、 39,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも古い個体ですね、50年代頃ですかね、コールマのタグがつきまして、 M サイズ表記になります。で、白ボディにバインダーネック、こちらもですね、こちらはおそらくフロッキーの剥がれとかのプリントですかね、ちょっと染み込みっぽく見えますが、ナンバリングと赤で入っています。同じプリントバッグに入りますね、はい。で、こちらもそこまで大きなダメージとかはないと思います、はい。で、こちらサイズ M 表記ですが、僕が合わせてみて、僕でも全然切れますね、はい、全然ジャストぐらいで切れるんじゃないでしょうか。こちらでお値段の方が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらが80年代頃ですかね、こちらのタグ、トリコタグ WXL の表記になっています。チャンピオンですね。で、霜降りグレーのボディになっていまして、バインダーネックに3段のこちらも染み込みですかね、3段で入ってます、はい。で、バックには特に何も入らないですね。で、特に大きなダメージもないです。一般的なユーズのコンディションかなと思います。で、この年代の WXL です。大きめのサイズ、僕でも大きく切れるかなと思います、はい。こちらでお値段の方が 7,800 円と消費税です。続きましてこちらはフットボールティーですね、はい。こちらタグはすみません、上にはないですね、ヒャスソンですが、下にこちらチャンピオンプロダクスのタグ、 L サイズ表記で入りますね。まあ、コットンのボディかなと思います。綿100かなと思います。ネイビーがフェードしたいい色味ですね。で、ノートルダムのナンバリングと、ラバーで入っていますね。若干リブとツートンのように見える感じかなと思います。バックにもナンバリング入りますね、はい。袖は5分丈ぐらいですかね、僕が合わせてみて、はい、少しゆとり持ってきれるのかなと思います。これも雰囲気かなりいいと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらもですね、フットボールティーですね。こちらもタグとかは欠損して、下のこちらもないんですけれども、まあ、形、この肩の作り的にチャンピオンで間違いないのかなと思います、はい。赤ボディにこちらすごいですね、白のラバーで5段入ってますね。やっぱり段数かなり多いとめちゃめちゃいいですね、雰囲気。で、フロントちょっとだけ、まあ、この、まあ、ブリーチ飛びのような箇所があったりですとか、首元少しポスポス来てますが、雰囲気を切れるのかなと思います、はい。で、こちらサイズなんですけれども、はい、僕が合わせてみても、僕ゆとり持って切れるぐらいサイズ残ってるのかなと思います。XL ぐらいありそうですね。で、綿100のボディです。こちらのお値段の方がですね、15,800 円と消費税です。続きまして、シャツ類に入ります。目がこちらタグが、タグいいですね。こちらピルグリムになりますね、はい。サイズ表記が M 表記になっていますね。で、解禁の作りになっていますね。で、赤、ちょっと、ま、丸に近いような色味ですかね、はい。に、ペイズリーのパターン、総柄のパターンですね、のコットンシャツになっていますね。はい、まあ、60年代頃なのかなと思います、はい。しっかりとこのボックスの作りなのも嬉しいかなと思います。M サイズ表記ですね。僕が合わせてみて、僕でジャストぐらいですかね、ピタッとするようなサイズ感かなとは思います。こちらでお値段の方が 7,800 円と消費税です、うん。続きましてこちらですね、ネイルシャツになります。こちらシアーズですね、60年代頃のタグ、 L サイズ表記になりますね、はい。襟紙もしっかり入っていまして、チェックのパターン赤、黄色、黒ですかね、いいフェード感してるかなと思いますね、はい。で、こちらもですね、特に大きなダメージ感はないかなと思います。本当雰囲気のいい個体ですね、はい。
で、L サイズ表記ですね。僕も一応このシアーズ L サイズ表記で違うパターンの色持ってるんですけれども、僕で本当ジャストビタッとするようなサイズ感ですね。こういった寝るシャツの下とかに挟むんだったら、かなり、はい、サイズがいいと思います。こちらのお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、こちらですね。こちらも寝るになりますね。タグがこちらのタグつきまして、サイズ表記が17、大きいサイズですね。100% コットンのボディですね。はい。の千鳥柄、千鳥チェックになります。赤黒ですね。はい。で、ボタンとかもですね、しっかりこちら猫目の採用がされていて、いいかなと思います。で、マチもしっかりとついていますね。はい。5、60年代、50年代頃ですかね。はい。前身頃の大きな作りですね。縦が長い作りになっています。特に大きなダメージはないですね。で、こちら17の表記ということでですね。はい。僕が合わせてみても大きめにガバッと着用できるかなと思います。はい。この辺も王道で人気どころだと思います。これからのシーズンにぜひ、こちらでお値段の19,800円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい。タグがこちら、リーバイスのタグが付けられていますね。はい。で、特にこちらもサイズ表記とかないのかなと思うんですけれども、はい。はい、表がデニムになっていまして、裏地にこういうふうに、あ、すいません、ここだけですね。すいません、ここに貼られているような感じですね。で、ちょっと背筋の作りになっていますね。で、色味的にさらっと落ちていて、今着やすいのかなと思います。ちょっと1点だけですね、こちらダメージありますけれども、はい。それ以外は全然良好なコンディションかなと思います。はい。で、僕合わせてみてですね、はい。僕だとちょっとそれが足りないぐらいかなと思いますが、ジャストで。はい、切ることはできるのかなと思います。こちらのお値段の方がですね、15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、めちゃめちゃスペシャルになりますね。タグがこちらです。ペニーズのフォアモストのタグですね。でもこちらの紙タグが残っているので分かると思います。デッドストックの個体です。で、サイズ17になっていますね。大きいサイズのデニムシャツのデッドストックになりますね。でもこちらですね、トップボタンまでしっかりと1号ボタンで採用されています。50年代頃のデッドソックになりますね。めちゃくちゃやばいですね。色味ももちろんマッコンコンですし、もちろんバッキバキです。特に保管時の夜景とか汚れ特に見受けられないですね、はい、めちゃめちゃいいと思います。 L サイズ表記、 L サイズ17ですね。サイズ表記17なので、僕が合わせてみてもですね、本当に大きめに切れちゃうかなといったサイズ感残ってると思います。はい、かなりスペシャルな一着ですね。こちらでお値段の方がですね、178,000円と消費税になります。続きましてこちらスウェット類のご紹介させていただきます。タグがこちら XL サイズ USA 製と入っていますね。 100% コットンのボディになっていますね。はい、まあ、リブは短めで60年代頃かなと思います。のヴィンテージスウェットですね。はい、で、特にこちらですね、大きなダメージとかは見受けられないかなと思います。一般的なユーズのコンディションですね。で、サイズ表記は XL というところがいいですね、はい、僕が合わせてみてもしっかりとサイズ感残っています。僕でゆとり持って着れるんじゃないでしょうか、はい、なかなか大きいビーズ性もないと思います。おすすめです。こちらでお値段の方が 15,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらは、はい、タグがですね、ディスカスです。はい、ディスカス XL サイズ表記 USA 製になっていますね。はい、で、こちら50-50のボディになっていますね。のパーカータイプです。チャコールグレーのパーカーですかね。80年代頃かなと思います。しっかりとこの紐も残っていますし、首元も綺麗ですし、ポケットの部分もですね、特にダメージは見受けられないのかなと思います。状態かなりいいですね。バキバキだと思います。で、こちら XL サイズ表記ということでですね、大きめのサイズ感ですね。僕でもゆとり持って着れると思います。80年代頃ということで、そこまで袖が太くないので、袖幅ないのでジャケットとかでも全然着れちゃうと思います。こちらでお値段のが7800円と消費税です。続きまして、リバースイーブのご紹介入らせていただきますね。タグがこちらですね。こちらダブルネームのタグつかれてたとは思いますが、ちょっともう印字とか読めなくなっちゃってますね。はい。で、こちらグレーボディにですね、はい、フロント染み込みでこちら入りまして、袖にもですね、入って、で、バックにも入るっていう、かなり豪華な、珍しいプリントかなと思いますね。めちゃめちゃいいですね。はい。ジャパンボールとか入りますね。はい。で、特にダメージ感、首元がよれている部分と、パックに着ている部分はありますけれども、ボディに特に大きな汚れダメージはないのかなと思います。で、これサイズで言ったらですね、まあ、LXL、XL、L ぐらいですかね。僕が合わせてみて、いいサイズで着れると思います。はい、こちらでお値段の方が29,800円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい、タグがこちらはトリコタグ、L サイズ表記の88ボディになっています。はい、
霜降りグレーに2段のラバープリントですね。ひび割れ感もいいと思います。白の囲みってところが僕は個人的にいいですね。好きです。はい、でこちら特に大きな汚れダメージは見受けられないです。トリコのラージサイズ表記ですね。ベルベル人だとかなり押してるところ、ここで僕が合わせてみてもですね、いいサイズで切れると思います。こちらのお値段の方が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、マーキングはこちら刺繍タグ WXL ですね。90年代 USA 製ですね。でグレーボディに3段のラバープリントが入りますね。バスケットボールのプリントになります。でこちらも大きなダメージを見受けられない良好なボディかなと思います。 WXL ですね、はい、僕が合わせてかなりゆとり持って着れます。着丈長めで着たい方おすすめです。こちらのお値段の方がですね 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、こちらが、はい、叩きタグになりますね。ミディアムサイズ表記になりますね、はい、めちゃめちゃ古いです。で赤ボディにこちら白のプリント、ラバープリント、ひび割れで入ってます。3段入りますね、はい、めちゃくちゃ雰囲気いいかなと思います。でこちら特にですねこの辺のちっちゃい汚れがあるくらいかなと思います、はい。まあ、あとこの辺の丈のところの部分がちょっと見えてますけれども、その他着用に困るような大きなダメージとかは見受けられないのかなと思います。はい、叩きなので 100% コットンのボディですね。僕が合わせてみて、はい、僕でジャストぐらいで着れるのかなと思います。はい、大きめのサイズだと思います基本的に、はい。こちらでお値段の方が 69,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらもいいですね、はい。ちょっとタグはこっち欠損してるんですけれども、まあ、このグレーの色味とこのリブ部分ですね、はい、見てわかるんですけれども、このラインが入らないので、まあ、70年代頃の一着なのかなと思います。でこちらミリタリーのこちら染み込みのプリントですね。この雰囲気もかなりいいと思います。はい、いいですね。本当コレクタブルピースな一着かなと思います。で特に大きなダメージ汚れ見受けられないいい一着ですね。サイズこちらもさミディアムくらいなのかなとは思うんですけど、はい、僕だとちょっと小さめかなとは思いますが、サイズ感合う方はぜひおすすめです。こちらでお値段の方が 69,800 円と消費税です。続きましてパーカーですね。フードタイプになります。タグがこちらケアタグ付く80年代のタグです。 XL サイズ表記ですね。でネイビーボディにこちらラバーのプリントが1段入ります。カスレ感かっこいいと思います。このひび割れ感ですが特に大きなダメージ汚れは見受けられないんです。でこちらが XL ですね。大きめのサイズ感、僕でゆとり持ってきれるかなと思います。こちらのお値段の方が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらはグレーボディですね。で刺繍タグの XL サイズ表記ですね。 USA 製最終のタグかなと思います。はい、でこちら、2段のラバープリントが入る一着で、ところどころシミがあったりとかいうちょっと雰囲気系ですかね、の印象の一着になりますが、まあ、こういった雰囲気の方が着やすいよって方も多いかなと思います。でこちら XL サイズ表記ですね。こちらもゆとり持って着れるサイズ感です。こちらでお値段の方が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらが、はい、単色タグになります。こちらも70年代頃ですね。ミディアムサイズ表記のタグがつきますね、はい。でこちらは、ネイビーボディにフロントにサークルのプリントが、入りますね、はい。で紐も残っていますし、ハトメもですねしっかりとついています、はい。若干この首元ちょっとだけダメージきてますけれども、はい、まあ、比較的状態は悪くないのかなと思います。結構70年代の個体だと飛んでることも多いですし、ダメージ多い個体多いので、はい、比較的いいんじゃないかと思います。でミディアムサイズ表記ですね、はい、僕だと少し小さいかなといったサイズ感になります。こちらのお値段の方が 49,300 円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、タグがこちら刺繍タグライサイズですね。 USA 製になっています。でグレーボディにこちらプリントが入りますね、はい。まあ、ちょっと重ねてる感じとかされてるのかなと思います。特に大きなダメージ汚れ見受けられないですね。こちらがラージサイズですね。僕が着るときはラージサイズが多いです。はい、少し取り持ってきてるぐらいですね。こちらのお値段が 25,800 円と消費税です。続きまして一点カーディガンを紹介しますね。タグがこちらです。ペンドルトンのタグがつきまして 100% ウールですね。 USA 製のこちらのタグもついています。はい、でウールのカーディガンになりますね、はい。チェック柄です。まあ、青、白、赤、黒ですかね。タータンチェックになっていまして、ボタンの欠品もですね特にないです。でポケ付きのディテールですね。
で、こちらウールのボディですけれども、特に過度な穴開きだったりとかは見受けられないですし、状態学的かなりいいんじゃないかなと思います。サイズは XL ですね。縮みもここで全然ないです。バキバキのコンディション。僕が合わせてみても一人持ってきれるかなと思います。はい。こちらのお値段の方はですね、7800円と消費税です。続きまして、こちら、フリース類ですね。パタゴニアのシンチュラスナップティーになりますね。タグがこちらですね。パタゴニアシンチュラのタグがつきます。で、メンズの、Mサイズ表記ですね。はい。で、こちら、色が切り替えされてますね。ネイビーと下が赤の作りですね。で、ポケットもつきます。フラップついて、ピスもしっかりついています。状態かなりいいんじゃないでしょうか。バキバキのコンディションになっています。はい。で、Mサイズ表記ですね。まあ、メンズサイズ、僕でもゆとり持って着れるくらいのサイズです。こちらでお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、こちら、デナリーになりますね。はい。タグがこちらですね、ノースフェイス。こちら L サイズ表記になっていますね。はい。で、ブラウンと黒の切り返しです。めちゃめちゃいい色かなと思いますね。深めのチョコレートブラウンのような色味ですね。はい。で、刺繍もしっかりとついていまして、こちらもですね、フリース部分が特に寝ているとかもないですし、ダメージ汚れも見受けられないかなと思います。この辺はかなり状態厳選して買ってきていると思います。L サイズ表記ですね。僕が合わせてみて大きめに着用できるかなと思います。こちらでお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、こちら、レギュレーターシリーズですね。パタゴニアから R2 になりますね。こちらパタゴニアレギュレーターのタグですね。ポーラティックのインジも入っていまして、WXL の USS 製ですね。はい。で、内タグ先ほど確認したところ、002000年代のものになりました。2000年のものですね。こちらピスもついていまして、ブラックの色味になっていますね。はい。で、状態といたしましても、肘裏とかもですね、かなり綺麗な方かなと思います。はい。特に難があるようなコンディションではないです。はい。で、こちら、WXL ということで、結構大きいです。もうかなり大きめの羽織で使えるのかなと思います。僕でもこのダボっとした感じになると思います。むしろサイズ感合う方はおすすめです。こちらでお値段の方が19,800円と消費税です。続きまして、こちらは、パタゴニア同様にクリア。今度はグリセードになりますね。はい。タグがこちら内側、M サイズ表記 USA 製のエンジがあります。はい。で、一応ですね、こちら、こちらの紙タグの92年のタグ。この、内タグの状態からもピンピンなこと伝わるのかなと思います。表がネイビーで、こちらバック裏がですね、ブルーのこの色味になっています。はい。ところどころパープルとかも入ってるのがパタゴニアらしいかなと思います。で、肘裏とかも特に寝てるとかもないですし、状態はかなりいいんじゃないでしょうか。M サイズ表記ですね。プローバーのパターンになりますね。僕が合わせても、はい、僕でいいサイズで着れるのかなと思います。こちらでお値段の方がですね、29,800 円と消費税です。続きまして、シェルドシンチラですね。タグがこちらですね。はい。で、サイズが WXL の USA 製になりますね。はい。で、フィスもしっかりとこちら残っていまして、はい。裏地の色はこのヘザーグレーのような色味ですかね。はい。で、表はちょっとスカイブルーみたいな色味になってるのかなと思います。状態かなりバキバキかなと思います。はい。シェルに特に穴とかもないですし、ダメージもないかなと思います。はい。で、こちらですね、サイズ WXL ということで、僕が合わせてみても大きめのサイズ感になります。かなり大きいサイズかなと思いますね。一応、下のこちらですね。髪の下が残っています。かなりこの辺も状態の良さ、伺えるのかなと思います。こちらでお値段の方が19,800円と消費税です。続きまして、こちらですね、パタゴニア、あ、ごめん、ラルフローレン入らせていただきますが。コンタグです。L サイズ表記になっていますね。はい。100% コットンの、まあ、いわゆるスイングトップの形になりますね。はい。裏地はこのチェックのパターンになっています。はい。で、ネイビーの色味にポニーが胸ワンポイントつきます。特にこちらも難があるようなコンディションではないかなと思います。L サイズ表記ですね。僕が合わせてみてもゆとり持ってくれるようなサイズ感です。はい、こちらでお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、こちらですね。タグがこちら、コンタグになっていまして、L サイズ表記ですね。はい。で、こちらは裏地とかはつかないです。ブラウンの、色味に、こちらネイビーのポニーがつく着になっています。で、こちらもですね、こちらサイズが L サイズ表記ということで、僕でも大きめに着れるようなサイズ感残っているかなと思います。はい。
こちらのお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、カーハートのダックになります。最近の見た目がこちらになっています。M サイズ表記ですね、メイドインメキシコになりますね。まあ、パーカーがついて、まあ、ちょっとポケットとかはですね、デトロイトの作りになっているかなと思います。で、下にリブがつかない色になって、で作りになっていますね。で、ライニングはボアですね。ちょっとここだけ剥がれている箇所はありますが、はい、まあ、特に他には目立つものはないかなと思います。色味はピンクですね。はい、で、ダックの状態とかも比較的まだまだいいんじゃないでしょうか。はい、で、こちら、ミディアムサイズですね。ウーマンズのカラーリングにはなりますが、僕でちょっとサイズはピタッとする。もうちょっと射球は難しいからね。まあ、サイズある方はぜひ、男性でも着れる方おすすめです。こちらでお値段の方が15,800円と消費税です。続きまして、こちらですね。ミリタリー系ですね。US ネイビーの国にあります。N4 ジャケットになりますね。40年代の個体になります。はい。で、これも状態かなりいいかなと思います。チップもこちらですね。この字のタロになっていますね。はい。しっかりと古いチップ採用されていまして、ボタンの欠品もないですね。で、シェルの状態もですね、全然まだまだパキッとした、いい状態になるかなと思います。はい。で、こちら、サイズで言うとどれくらいですかね。少し小さめではあると思います。36とかですかね。僕だとちょっとビタッとしちゃうサイズ感になると思います。こちらでお値段の方が 39,300 円と消費税です。続きまして、こちらですね。こちらが M51 のフィールドジャケットになりますね。はい。これがこちらです。はい。X スモール、レギュラー、小さめのサイズ感になっていまして、もちろん、アルミジップ採用されていますね。はい。で、こちらも状態めちゃめちゃいいですね。はい。ワッペンとかも残っていたりですとか。はい。シェルの状態もかなり綺麗ですし、まだまだ当たりとかもそこまで出てない雰囲気です。はい、バッキバキですね。で、キクセススモールレギュラーですね。まあ、小さめのサイズ感でお探しだった方、ぜひおすすめください。こちらでお値段の方がですね、29,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい、ダックの、カバーオールになりますね。はい。タグが、こちらのタグが付けられていますね。はい。サイズ表記とかは特に見受けられないのかなと思います。まあ、60年代頃ですかね、裏地。こちらブランケットが付くブラウンダックになりますね。はい。4つポケットになっていまして、すべてスナップボタンですね。はい。で、襟元だけコーデュロイの切り返しです。で、特にこちらもですね、まだまだそんなに大きな当たりとかも出てないので、これから育てていけるんじゃないかなと思います。サイズいったら40くらいかなと思います。はい、これはブランケット分含めまして、僕が T シャツとかの上からジャストで着れるぐらいのサイズ、T シャツぐらいの上からですね、ジャストで着れるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方はですね、19,800 円と消費税です。続きまして、デニムのカバーオール系とかですね、入りますね。ちょっと見えづらいですが、ビッグベンのタグかなと思います。10年代頃の一着ですね。ブランケットがついて、襟コーデュロイです。で、色味もまだまだ濃い個体かなと思いますね。はい。で、ボタンとかの欠品もないかなといった感じです。状態的には比較的悪くないと思います。はい。で、こちらですね、サイズ表記とか入れませんが、まあ、40とか38ぐらいかなと、38ぐらいですかね、かなと思います。はい。こちらでお値段の方がですね、12,300 円と消費税です。続きまして、ヴィンテージですね、こちら。はい。N&AW です。はい。こちらタグしっかり残っていますね。はい。で、絵の、カバーオール、デニムのカバーオール、ブランケットがついてくるタイプですね。色味めちゃめちゃ綺麗かなと思います。で、5ボタン、1個目でついていまして、4つポケのディテール、ラグランの1着になっていますね。で、結構雰囲気です。袖がこういう風にパンクしてたりとか、裾の方もですね、かなりパンク激しく入っています。襟元もクラッシュしているような1着なんですけれども、こういった雰囲気逆にかっこいいですね。めちゃめちゃお好きな方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。で、サイズいったらこちらも38ぐらいですかね。僕が合わせてみても、はい、ジャストぐらいかなとは思います。はい。こちらでお値段のが 59,800 円と消費税です。続きまして、デニムジャケット類ですね。101J になります。タグがこちらですね。42レギュラーと入りまして、レジスターのみの、タグと、こちら、ディスネームもレジスターのみです。60年代頃かなと思いますね。はい。で、色味的には、
まあところどころ濃い部分もありますけれども、この辺襟元とかが色抜けていたりですとか、まあさらっと色落ち始まってるかなといった感じです。はい。まあリーのデニムになるんですけれども、この辺の肘が当たりがしっかり出てるのも、この辺は結構高評価ポイントなんじゃないでしょうか。なかなか出ないと思います。はい。で、こちらサイズが42レギュラーということで、僕が T シャツとかシャツの上からゆとり持って着れるようなサイズ感になります。こちらでお値段の方がですね、29,800円と消費税です。続きまして、こちらはリーバイスに入らせていただきます。はい、70505、ちょっとパッチは欠損しちゃってますけれども、しっかり飲料の色味になっていまして、レジスターのみの赤タブが付けられていますね。はい。で、こちら色味もまだまだ濃い濃いかなと思います。はい。いいですね。まだまだ8割程度は残ってるのかなと思います。いい色味ですね。で、首元とかもですね、色は抜けてますけれども、大きなダメージとかにはなってないです。はい、でこちらサイズで言うと、こちらも42か44ぐらいはありそうな、少し大きめのサイズ感かなと思います。ゆとり持ってきれると思います。こちらでお値段の方がですね、29,800円と消費税です。続きまして、こちらはですね、こちらは 557WX になりますね。パッチはさすがに綺麗になくなってしまってはいるんですけれども、まあ、しっかりとですね、こちら裏薄、ちょっと映像だと分かりづらいかもしれないですけど、裏薄なのが確認取れますし、はい。赤タバビックリでついていますね、はい。もちろん黄色のステッチになっていまして、ボタンですね、こちらしっかりと、こちらちょっと見えづらいかなと思うんですけど、17のボタン採用されてるかなと思います。はい。557WX ギャラ入りの年代かなと思います。はい。いいですね。で、全体的な色味もですね、ちょっとこの肘のあたり、うっすらと、ちょっと端の巣っぽくなってきてるのも雰囲気いいですし、マラーらしい色打ちも見られるのでかなりかっこいいと思います。襟元もしっかり叩かれてます。はい。で、特に大きなダメージとかは見受けられないです、現状で。サイズで言うと40になりますね。はい。僕が、はい、T シャツとかの上からいいサイズ、まあ、ジャストぐらいで着れるのかなと思います。はい。こちらでお値段の方が258,000円と消費税です。続きまして、こちらもスペシャルですね。スイートオールのエタックのカバーをありますね。まあ、いわゆる、まあ、ブラウンダックのチョコレートブラウンと言われるような色味かなと思います。かなり、バキバキのコンディションですね。はい。もうリジャーも残ってるぐらいのコンディション。まあ、洗いとか入ってないかと思います。まあ、ただですね、フロント、ちょっとまあ焼けは出てきてしまっているような感じではあります。ただ、ちょっと折り、この折りの入っている、この雰囲気とか、かっこいいのかなと思います。で、ボタンはですね、スイートオールのボタン打ち込みでついていますね。4つボタンになっていまして、首元はダブルのステッチになっていますね。はい。40年代頃かなと思います。バックはかなり綺麗です。もうバッキバキのコンディションですね。で、こちらサイズ36くらいですかね。少し小さめではあります。僕で多分ジャストとかピタッとするようなサイズ。ちょっとそれが足りないかなぐらいです。はい。むしろ小さいサイズ探してた方はかなりおすすめですね。この雰囲気お好きな方、響いた方、本当にカハートとかよりもかなりやっぱ渋いですし、珍しいかなといったと思います。398,000円と消費税です。続きまして、こちらですね、オールインワンになるんですけれども、STP ですね。はい。まあ、オイルのブランド、車のオイルのブランドになります。もう本当に有名なブランドかなと思います。コットンのオールインワン、LUがついていまして、ジップがこちら2つ。付けられていますね。で、こちら、半袖のパターンですね。で、全体的な状態としては、ちょっとしたシミ汚れがフロントにこういう風にポツポツありますね。こういった雰囲気だったりです。で、バック、こちら、バックもですね、なんかちょっと黄色いシミ汚れがあるくらい、状態かなと思います。過度なダメージとかは見受けられないですね。はい。襟元もこちらですね。はい。タグ、忘れてました。アーテックスのタグが付けられています。S サイズ表記ですね。すいません。はい。見逃してました。はい。で、S サイズ表記ですね。はい。僕だと、まあ、ジャストの感じなんですけど、ね。はい。こちらでお値段の方が59,800円と消費税です。で、続きまして、小物類です。はい。1点目が、はい、こちら、バック類になるんです。ヴィンテージのバック類になるんですけれども、リーバイスのものになっていますね。はい。しっかりとこういう風に。はい、状態的にも黒ずんできてますけれど、雰囲気かなりあるかなと思います。はい、のバックルになります。こちら7800円と消費税です。
続きまして US ネイビーのセーラーハットになるんですけれども、はい、結構、紹介が多かったあのステンシルのパターンとはまた違って、こういったあれ、これツイルの生地が足されているパターン、こちら珍しい方かなと思います。はい、いいですね。まあ、裏から見ると分かるんですけれども、ところどころリペアはある感じです。ですがしっかり叩かれてるんで、表から見た時に、はい、しっかり叩かれてるの分かるかなと思います。全然被れると思います、まだまだ。はい、まあ、サイズ、細かいのサイズに関しましては、ウェブストアご参照いただけたらと思います。12,800 円と消費税です。で、1点バックパックもご紹介させていただきますね。うん、タグの方ですね。はい。こちらです。はい。マウンテンビーブのタグがついて、70年代頃かなと思いますのバックパックですね。はい、まあ、全体的に使用感が見られるようなコンディションではあるかなと。思います。まあ、細かいところはウェブスターご参照いただけたらと思うんですけれども、ただまだまだ全然現役で使えるのかなと思いますね。これのバックルとかもしっかりと残っています。はい、まあ、サイズ感で言うと、僕がちょっと背負ってみるとこのぐらいの大きさになります。こちらでお値段の方がですね、 12,800 円と消費税です。続きましてパンツ類です。1点目がミリタリーですね。M51 のフィールドパンツになります。一応中のインチで確認したんです。ちょっともう消えかかっちゃってて読めないかなといった感じではありますが、はい、まあ、外見は全然大きなダメージとか見受けられないかなと思います。ボタン、まあ、ちょっと欠けてる部分もありますけれども、しっかりと付けられていますし、はい、ジッパーですね、はい、こちらしっかりと付けられています。あ、全然稼働もしっかり行います。まあ、一般的なユーズなコンディションですかね。フェード感かなり綺麗に入っているかなと思います。で、実寸なんですけれども、産後ニッパチになりますね。はい、この辺も股上はすごい深いので、ニッパチぐらいでちょうどいい方かなり多いと思います。僕でもこのぐらいでゆとりも丈けると思います。こちらでお値段の方が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、ファティーグのサードになりますね。ノンリップです。タグ、こちらミディアムレギュラーの表記になってるかなと思いますね。で、ノンリップ着になってますね。はい、ボタンフライです。はい、特にボタンの欠品はないですね。アジャスターもしっかり付けられています。で、こちらもダメージとか汚れとかもないですね。はい、まあ、一般的な優秀なコンディションと言ってしまっていいのかなと思います。実寸が3331ですね。こちらもすごいまとまったサイズ感かなと思います。こちらでお値段のが 25,800 円と消費税です。続きましてこちらは M65 のフィールドパンツになります。失礼します。タグがこちらですね、スモールレギュラーのタグ付けられていますね。はい、でこちらもまあユーズのコンディションですかね。はい、まあ、ちょっとまあこのフェードカッティような使用感のあるボディですね。こういったのお好きな方ですね。はい、ちょっとお尻の部分が若干汚れていますけれども、まあ、こういったところもですね、まあ、リアルなミリタリーの雰囲気出てるのかなと思います。こちら実寸のが3128ですね。こちらもまとまってますね。はい、まあ、いいサイズかなと思います。こちらのお値段の方がですね、 25,800 円と消費税です。続きましてこちら M43 ですねのパンツになりますね。で、こちらデッドストックの個体になりますね。バッキバキです。はい、こちらが3033の表記も読み取れるかなと思います。でもちろんボタンとかも13スターで欠品はないですし、はい、ヘリンボーンの生地のこの張り感もかなりまだまだ、まあ、当然ですがあります。で、まあ、ちょっと保管時の時ですね、この折りじわに沿ってですかね、若干焼けのような汚れついていますけれども、はい、まあ、履いていけばどんどん馴染んでいくかなとは思います。はい、こちらがですね、実寸がニック32ですね。ちょっとまあレングスは長めかなと思うんですけれども、まあ、この辺デニムとかではないので少し上げてしまってもいいですし、ロールアップもいいのかなと思います。はい、こちらでお値段の方が 49,300 円と消費税です。続きまして US ネイビーのユーティリティパンツになりますね。タグが先こちらです。36レギュラーのタグ付けられてまして、72年会計のものですね。はい、で、こちら、アルミジップです。いいですね。はい、で、ですが、まあ、一応こちらですね、確認すると、はい、フレアのパンツになっているかなと思います。ブースカットの方ですね。はい、全体的にダメージ汚れとかは見受けられないのかなと思います。はい、まあ、しっかりフレアも残っている個体ですね。で、こちら35ニックです。こちらもかなりいいサイズ、バランスいいですね。日本人サイズでしっかり上げられているのかなと思います。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、
チノパンを紹介させていただきます。はい、アーミーチノですね。ボタンフライです。はい、しっかりとボタン完品で残っています。はい、でサイズがこちら4033ですかね。表記まで残ってるかなと思います。はい、しっかりと古いアーミーチノになっていますね。でこちら状態としても特に大きな汚れダメージないですかね。はい、まあ、しっかりと、はい、まだまだ履けるコンディションかなと思います。3731の実践になっていますね。まあ、ウエスト大きめお探しだった方おすすめです。こちら9800円とした以上です。続きましてこちらですね。こちらが B になりますね。はい、一応、スナップボタンでトップが Lee になっていまして、バックもですねプリントでしっかりと残っています。 Lee の、まあ、ペインターの作りになっている一本になっていますね。はい、ペインターです。めっちゃ内タグですね。こちら残っています。まあこの辺の状態から見るまだまだ状態バキバキなことは伝わるのかなと思います。はい、まあ、白のボディですけれども、はい、まあ、うっすらとですね、まあ、若干うっすらと股関節とか汚れなんですかね、縦方向に入っていますが、まあ、目立たないかなと思いますし、この辺は全然、はい、まあ、洗いで落ちる程度かなと思います。で、こちら実寸の方が3131ですね。この辺もジャストでハマる方多いんじゃないでしょうか、ね。こちらでオンダウンのが9800円と消費税です。続きまして、ブルーテリング流星製のこちらボタンフライ501ですね。ハニパッチも残っています。で、実寸サイズが4、あ、じゃあすいません。表記サイズが4632になっていますね。めちゃくちゃでかいですね。はい。まあ、当然、ベルトのループの数もですね、7本になっています。はい。で、色味としてもですね、まだまだこういう、こういう8割ぐらい残ってるのかなと思いますね。はい。USS らしい、こういったなんかちょっと荒々しいような色落ちとかもしているのかなと思います。バック、しっかりと赤タグスモーリー残ってますね。大きなダメージとかないです。はい。実寸で、まあ、この大きさということでかなり縮率も大きめですね。実寸が422クになっています。4インチウエストは縮んでいますね。はい、この大きさです。むしろ、はい、お探しだった方も、まあ、ちょっとまあコレクタブルな一本でもあるのかなと思います。はい、なかなかこの表記ないと思います。15,800円と消費税です。続きましてブラックデニムですね。こちらは、はい、501ボタンフライの後染めブラックになりますね。はい、で紙パッチ3430表記ですね。こちら USA 製でレジスターのみのちょっと珍しい方のタブがついていますね。でこちら、結構後染めバキバキとした色落ちになることも多いですが、ちょっとのっぺりとした雰囲気ですね。まあ、この色落ちもやっぱりかっこいいかなと思いますね。まあ、黒い部分がはっきりと残ってくれるので後染めの方がやっぱ雰囲気出てるかなと思います。でこちら実寸の方なんですけれども、33ニックですね。1インチずつちっちゃくなっています。これもバランスかなりいいですね。こちらでお値段の方がですね、19,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージに入らせていきます。US ネイビーのデニムセーラーパンツになりますね。で、こちらボタンフライのパターンになっていまして、ボタンもしっかり残っていますね。はい。50年代頃かなと思います。色味的にはですね、どのくらいですかね。まあ、まだまだ比較的濃いのかなとは思いますが、はい、まあ、7割くらいとかですかね、はい。大きなダメージとかも見受けられないです。特に股下とかもですね、見受けられないですし、リペアの跡とかもないです。まあ、細かいこと言ったらポケットのここがちょっとダメージ来てるかなぐらいですかね。はい、めちゃくちゃいいと思います。はい、サイズ、実寸がですね、3228ですね。この辺も股髪は深めなので、28ぐらいでいいのかなと思います。はい、まあ、ちょっと腰落として履くのにちょうどいいかなとサイズ感ですね。はい、こちらでお値段のは98,000円の消費税です。続きまして、こちらですね。こちらが、はい、リーバイスの519のデニムパンツになりますね。デニム珍しいかなと思います。かなり。はい、はい、で、リーバイジップ採用されていまして、こちらですね。はい、こちら519、表記が3131USA 製ですね。オレンジタブ、こちらスモーリーでしっかり残っていますね。まあ、全体的な色味といたしまして、またの付近ですね、しっかりとうっすらこの、ハイヤの値が出ていたりですとか、膝の部分がこういう抜けが、色の薄くなってる箇所があったりですとか、全体的な雰囲気めちゃくちゃいい理想系な色落ちしてるのかなと思います。いいですね。で実寸なんですけれども変わらず3131ですね。はい、めちゃくちゃやっぱりこの、シルエットは細めのシルエットになりますね。はい、
お好きな方、本当に、まあ、デニムタイプ、本当アメリカの方とかでも全然出てこないです、はい。おすすめです。こちらでお値段が2万5800円と消費税です。続きまして、こちらですね。はい、こちらが646ですかね。はい、こちら、ジッパー、これ4ニータロンジップ採用されていまして、はい、でこちら、ビッグイになります。646のビッグイですね。はい、まあ、646なので、コインリベットとか、コインポケットとパッチはつかなくて、しっかりフリアのタグにも取れます。もう、はい、しっかり取れます、ね。ビッグイです。で、ビッグイらしいローチになっているのかなと思います。髭のあたりも出始めてますし、膝元も綺麗に抜けてます。で、裾に向けてかなりまた濃くなっていっている感じですかね。右膝部分に一応ですね、このリペアの箇所はあります。後ろから布つけて叩かれている感じですね。まあ、それ以外で大きなものはないですけど、また下とかもまだまだ履けると思いますし、はい、膝裏ですね、すいません。この蜂の巣のあたりも綺麗に寝てるかなと思います。はい、でこちら実寸の方が3331ですね。この実寸もあまり方多いんじゃないでしょうか。こちらでお値段の方がですね、3万9800円と消費税です。続きまして、こちらですね。こちらが501になりますね。はい。で、こちら、紙パッチ 3630E 表記で残っていまして、USSA で、スモーリーの赤タブですね。はい。そして、はい、USSA ですが、こちら、しっかり赤耳の年代になっています。はい。ボタン裏はですね、こちら、こちらの向きですかね、こちらで残っているかなと思います。はい、色味もですね、まだまだ濃く残っているかなと思います。8割、7割ぐらいは残っていると思います。まあ、状態もいいこと、この辺伝わるのかなと思います。はい、もちろん、また下も綺麗ですね。で実寸3428ですね。はい、3428です。この辺もサイズがあるので、ちょっと故障として飽きたいよって方。かなりおすすめかなと思います。こちらでお値段の方が5万9800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらも501ボタンフライになっています。はい、でパッチ残っていますね。501で、2パッチ32ですが、少しまあ小さめのサイズ感にはなりますが、ビッグイのモデルになっていますね。501ビッグイになりますね。ボタン裏こちらちょっとも読めないですかね、ちょっとも読みづらくなってるかなと思います。はい、まあ、501のビッグイモデルですね。はい、で、まあ、ビッグイらしいこちらも色落ちですね。まあ、濃淡はっきり出てるかなと思います。ちょっと当初上に髭のあたりが出ていたりですとか、膝元も綺麗ですね。はい。まあ、荒々しい雰囲気の一本になっているかなと思います。また下は、まだまだ綺麗ですね。特にリペアとかも入ってないです。ちょっとこの辺が色抜けてきてますけれども。まあ、正直そこまで気にはならないかなと思います。はい。で、実寸の方がですね、2730になっていますね。はい。27ということで、まあ、結構レディースの方向けかもしれませんね。この辺雰囲気お好きな方ぜひおすすめです。こちらでお値段の方がですね、9万8000円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらはラングラーになりますね。はい、11MJMWZ ですかね、ジッパータイプです。クリッパージッパー片厚めのものが採用されていまして、こちら、縦ベルのタグがしっかりと付けられています。はい、で、この雰囲気です。はい、やっぱりまあさっきのリーのジャケットの方もそうでしたけれども、右側のデニムなかなかこういったあたり出づらいですけれども、頭下のあたりかなり綺麗に出てるかなと思いますね。はい、ですけれども、ちょっと裾の方がですね、こういう風にカットされているような、ちょっと結構粗めにカットされているような一本ではあります。はい、こういった雰囲気、まあ、結構雰囲気系なのかなと思いますね。はい、でパッチは外されてますね。はい、でサイレントダブルもしっかり確認取れますし、いいですね。まあ、この全体の雰囲気お好きな方おすすめかなといった感じです。でこちらもサイズは大きいですね。4026ですね。いいですね。はい、まあ、大きいサイズです。こちらでお値段の方が4万9800円と消費税です。続きまして、こちらが、はい、こちら、お先、中から見せますかね。はい、まあ、隠しリベットのつく WX のモデルになりますね。はい、で、フロントはですね、アルミのものになっています。はい、そして、ジッパーフライです。はい、ジッパーフライ、グリッパージッパー、
両爪ですね。でトップボタンはこちらシルバーのものが使われています。 501ZWX のギャラなしの年代かなと思います。で色味はもうめちゃくちゃ濃いですね。はい、めちゃめちゃ濃い濃いの1本になっていますね。まあコンコンだと思います。はい、ですがまあちょっと履いていて少しこういう風にですね当たりが出始めている雰囲気も確認取れますね。はい、でまた下、まあ、ちょっとステッチ抜けてきてるところあるのでこの辺も補強していただけたらなと思いますね。はい、でバックですね、ちょっとだけメンション抜けてる雰囲気もあったりですとかビッグイーの赤タイもしっかり残っています。でセンターループですね、バッチは綺麗に外されてしまってはいますけれども全体のこの濃い雰囲気めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、でこちら実寸の方が3128になりますね。3128です。はい、この辺もですねしっかりと日本人モデルというか日本人サイズ向けになっているのかなと思いますね。僕でもしっかりといいサイズ履けるサイズですねこれは。はい、こちらでですねお値段の方が398,000円と消費税です。最後までご視聴いただきありがとうございます。今週末も、週末入荷の方を行っていくと思いますのでそちらもぜひご覧になってみてください。ありがとうございます。